クラウンクロスオーバーを救いたい企画のために、わざわざ借りてきました。従来型クラウン、2.5 リッター直四ハイブリッドの、RS グレードだと思います。クラウン詳しくなくてごめんなさい。車の間を抜けるようなこと、やりたくないんですが、出口がわからねえ。まず内装の紹介を。かっちり作ってあって、とても質感は高いです。特にステアリングの本座は、上質なセダンに乗っているんだと思わせてくれます。左の十字で、メーター内の情報切り替え。右の十字はクルコン関係。シンプルで、慣れれば使いやすいです。ミラー調整は奥の方ですね。パワーウィンドウのところにあってくれよ。内装パネルはカーボン柄で装飾されます。絵だけの偽カーボンだろうけど、スポーティーさが出て、個人的にはいいと思います。センターコンソールも上質さばっちり。シフトノブも重厚感があるけど、上下に動くタイプは、ミスシフトがあって嫌だな。ナビパネルはちょっと使いづらい。ここを押すとモード切り替え。いろいろあります。ダンパーの減衰力も、ステアの重さも変わります。追い越し車線を飛ばすのも、市街地エコ走行も楽ちん。なんかセッティング画面あるけど、これオーナーでも、何割が使いこなしてるんだか。スマホとの連携も、Gコネクトとかいう誰が使ってんねん機能も、カーナビ機能も、最低限は、致命的な欠陥なく使えます。ただまあ、私がタッチパネル否定派なのは、動画を見ていただいての通りなのですが、何よりひどいと思うのがエアコンの操作ですね。こうやって呼び出さなきゃいけない。それから、温度なり風速なり、シートヒーターなり、タッチして探すんですが、高速走行中だと、誤射が連発します。シートヒーターだかベンチレーションにオートモードがあるんだけど、そんなの当てにならんし、一周するための操作回数が一回増えるし、不便です。後期型になって、物理ボタンに戻ったらしいな。特にドイツ勢に言いたいんだが、誤爆連発のクソタッチパネルで、スポーツ車を名乗るな。クラウンはまだ日本車だからしょうがないけど、200キロオーバーを念頭に置いて設計された車種で、エアコンがタッチパネルとか、何考えて車作ってんの？片手運転と脇見、5タップで何度も脇見してる間に、300メートルくらい車進みそう。シフトノブはがっちり感あっていいですね。R に入れたはずがニュートラルになってたりして、プリウスシフトと比べると、使いづらくて危ないですが、さて実走行レビューに戻りますが、こういうところを走っていて、小回りや視認性はいいですね。旧世代の多段式 AT みたいにガタガタしないし、やっぱ CVT ハイブリッドは、滑らかでいいわー。ただこの車、個人的な感覚として、前後長がすごく長い気がするんですよね。長く感じる、っていうのが正しいのかな。狭いところの車庫入れなんか、とても窮屈に感じてしまいました。まあ360度モニターもあるし、小回りや視認性は普通にいいし、自分の車として乗り慣れれば、問題にならんだろう。そしてこの世代のクラウンの特徴、ノーズの入りが大変いいんですよ。このハンドリングはスポーツマシンしてる。特にこういう、旋回時間長めの、ほどほどにきつめのコーナリング時に、ちょい大柄なシャシーの良さが出るんだ。ホイールベースも前後長も長く、横幅も大きめで、スピードを出してもどっしり安定している。まあプリウスに乗り慣れてる私には、初期がクイックすぎてちょっと不安に感じるけどね。でもその分で、回答性がとても高いんだ。アクセルを抜くだけでノーズが陰に向く。あと、プリウスと比べての話だけど、トルクがあるよね。上り坂もしっかり上る。中央道の追い越し車線で、これくらいの加速力があれば、いいハイペースクルーズができそうだ。ただじわじわアクセルを踏み込んでいくと、途端にもっさり。排気量の限界を感じてしまう。なんでかっていうと、こういうハイブリッドって、アクセル全開じゃない限り、エンジン作動中って、充電も同時に行うことが多いのよ。だから、本来の出力のうちの何割かを、発電用モーターに持っていかれるせいで、周回度の上りが、クソだるくなる。2.5 じゃエンジンパワーが不足気味だ。ある程度飛ばしていきたくなるシャシーだけに、3.5 のハイブリッドが欲しくなるな。まあそれは法定速度オーバーの領域の話であって、こういう市街地で流れに乗る分には、パワートレインに不満を感じることはないです。むしろ私みたいに、あえてアクセル回路と加速 G を、抑えて走るタイプには、これでも十分かな。ステアリングのもちもち感が気持ちいいですね。ただの街乗りでも、走っていてウキウキするような、運転する楽しみがある。サスペンションについては、設定で減衰力を変えられますが、基本的に初期は固め、段差を乗り越えた時の衝撃は、確かに入ってくるんだけど、角や不快な叩きつけは、完全に取り除かれる。むしろ、フルコンフォートにしようとするより、ある程度は揺れてくれた方が、路面の状況をつかみやすく、走っている感が出る。このままペースアップしていっても、このシャシーならついてくる。ガンガンに加速していける。高級車だかいつかはクラウンだか、気にしないね。スポーツマシンだ。せっかくダラダラ走ってるので、ハイブリッドの話をしましょう。アクセルを抜くと、すぐエンジンが切れます。特にエコモードだと、そのままモーターのみで、粘ろうとしてくれる。プリウス PHV と比べたら、
加速にも回生減速にも、大変非力なモーターだけど、エコハイブリッドできる。ちょうど今の下り坂、ずーっとエンジン切って下ってます。抑えたい時は、とことんエコに徹して稼ぐことができる。ハイブリッドマシンの最大の強みですね。信号待ちやサービスエリアで止まってる時も、無駄にガソリンを消費しないし、渋滞中でも、運がいいと EV モードでゆったり走れる。このクラウンにも EV モードついてますが、ちょっとでも踏みすぎると、すぐエンジンがかかっちゃいますね。でも、私みたいなタイプが、エコモードで丁寧に運転していけば、嫌われがちな渋滞も、エコ運転ゲームになる。ハイブリッドカーとしての使い勝手はプリウス PHV に勝てませんが、まあこれ排気量あるから、追い越し車線を言えないようなスピードで走っていく、ハイペースクルーズがはかどるんだよな。80キロ制限道路の、山道くねくね道。上りもガンガンに駆け上がる。そういう速度で入るには油断できないコーナーも、ほんの少しだけ前荷重をかけるようにすれば、スイスイと曲がっていってしまう。それにしても狭いですね。1800ミリの横幅は、ちょっとでかいなぁ。この幅の道を走るには、瞬間的に左右どっちかにはみ出さないと、楽しいペースは作れませんね。それにしても淡路島最北部、海沿いの景色が素晴らしいな。前が詰まっているので、燃費を稼ぎながら景色を楽しむ。まだ飛ばす段階じゃない。狭いぞ。おっと、前のハイエースがどいたぞ。チャンス到来だな。とは言っても、こんなに状況の悪い道で、全開走行なんか無理ですね。いやー狭い。これ以上横幅があったら、淡路島一周ドライブは無理やろ。この先の左カーブも、左右に動ける幅がなくて、普通にハンドル切ってもはみ出しそうだ。バイクや軽自動車ならいいでしょうけど、嫌な道ですよね。先が見えない。まあ普通の直四の音ですよ。クロスオーバーの方でも言ったけど、86の方がよほどいい音出してる。プリウスもそうなんだが、エンジンフィーリングが発電機なんだよな。音の感応性は皆無で、ただ排気規制通ればいいや的な。それも、スープラや86のようなスポーツカー枠じゃなく、トヨタエコハイブリッド枠としてな。まあプリウスに慣れてる私はなんとも思いませんし、むしろ排気量が大きい分の、エンジントルクがありがたい。総合性能がとても高いですよね。エコであることは言うまでもないし、これはスポーツマシンだ。なんかの企画で86と勝負してたけど、86を買おうとしてる私から見ても、むしろクラウンの方が、スポーツカーとして動かせると思う。というかトルクがあって上り坂でガンガン登るし、ターンインしていく時の挙動も自然だし、何か犠牲になってたりしないし、クラウンの方が優れてるかもな。この手の車に乗り慣れちゃうと、なんであんな苦しい思いして、窮屈なスポーツカーなんか乗ってるんだろうと思えてくる。加速、減速、荷重移動しつつターンイン、出口に向けて再加速。その流れはどの車だろうが大体同じ。なのに、パワーない、装備ない、段差で跳ねまくる、内装安っぽい、長時間で身体疲れる。そんなスポーツカーに乗る意味って、マジで何なんだろう。我ながらそう思ってしまいました。まあ86は確定で買うけどね。さて横幅がでかい車の弱点として、はみ出しスレスレにならないと、走りが作れないというものがあります。横幅が小さい車は、サーキット走行時のようなライン取りや、荷重移動ができる。でも、1.8 メートル以上ともなれば、基本的にレーンに収めるだけで一苦労。私が GTR を嫌った理由の一つでもあります。横幅はとても大事な要素なんだ。このクラウンは、ギリギリのところにいる。おっと危ないぞ。対向車の通過とタイミングを合わせ、飛び出してこられれば、シエンタの真後ろに飛び込んで避ける。そこまで描けたからこそほぼ減速なしで飛び込めたわけで、そういう急旋回も、このクラウンなら不安なし、ちょっとでかすぎるなと思う横幅も、長いなぁと思う前後長も、走行安定性と、車内空間になって帰ってきている。3.5 に加速力で劣る、みたいなことを言ったが、燃費や維持費、重量バランスなんかで、メリットはあるわけで。ただ大排気量モデルは敬遠されるせいか、3.5 の方が中古安いって聞いたんですけど本当ですか？私は 3.5 を選んでほしい。あとは細かい話になりますよ。例えば電動のシートと、ステアリングの位置調整、走行中にちょびちょび変えられて、初見には便利ですね。システムをオフにすると、自動でステアリングが持ち上がり、シートは後ろに下がる。乗り降りをしやすくするためなんだろうけど、乗ってすぐにシートポジション調整をする派には、戸惑う機能かもしれないね。あと、まさかのタコメーターなし。3.5 の方はどうなんでしょうかね。これは寂しいよ。メーター左側のリング、加速中は上に、減速中は下に伸びます。回生ブレーキの参考にどうぞ。ルームミラー、なんか見づらい位置にあります。後続車の接近に気づきづらい。覆面が接近してきても、反応遅れるかも。左斜め上に視線を持っていった時、それよりも後ろ側にミラーあるんだよな。首を動かさないと。
カーナビに、あと何キロ先で右折なのか、次のサービスエリアはどこなのか、表示されない。運転計画を立てる上で、これは不便ですね。パドルシフトについては、基本的に坂下りのエンジンブレーキで使います。メーターの下の方に、今4速だとか表示されるけど、踏んでいっても、多段式ミッションの感じはしない。ルームミラーが液晶というかカメラ式になってて、後続との距離と位置が、ややつかみづらいな。後ろに客を乗せた時、ミラーを見るたびに目が合ったりしないので、クラウンには合ってると言えますね。あと今回は出番なかったけど、ブラインドスポットモニターとして、サイドミラー内部がオレンジに光ります。そんなもんに頼ったら運転手失格だけど、追い越し車線封鎖を左から抜く際や、詰まりがちな合流で入れていただく際に、距離感をつかむのに役立ってくれました。あとはブレーキですかね。2ポットの片押しで、ブレーキ容量は大きくあります。ただ、所詮は純正パッドですね。踏み込んでいくと、途端に止まらない感じになる、そんなところですかね。横幅がでかいと自転車の追い越しも辛いもんだけど、1800ならまだ余裕があります。車庫入れについても、360度モニターと、バックビューモニターのアシストラインのおかげで、かなり止めやすいです。切り返し前提で適当に突っ込んだんですが、いい感じに収まってくれました。狭い駐車場でも、まあギリギリ収まるよな。止めたくないけどね、新型クラウンにせっかく乗るんだからと用意した従来型、86を軽く飛び越すスポーツ性能と、万能さには脱帽です。新型以上にいいぞこれ。86の前期と後期に乗り比べた時もそうだったよな。モデルチェンジやマイナーチェンジが、必ずしも好みに合うとは限らないわけだ。スポーツカーとかマニュアルがどうとか、自称車好きの車議論は、ほんとバカバカしいですよね。関わるだけ無駄だと思います。いいと思う車を評価してあげましょう。売れる車と好きな車、買いたい車と実際に買える車、妬みひがみが入り混じり、関わったものから負けていく地獄となる。売れた数が全てだとしたら、世の中って残酷だよな。他社がどうなのかあまり知らないけど、私から見たこのクラウンは、スポーツカーの超高性能版に見えました。トヨタは爪を潜ませましたね。これがパトカー標準採用とか、相手したくねえな。はい、新型クラウン版もご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。